今からね、このね、バキバキ取ったのは、触らさせてもらうと、ほら、少し背中が柔らかくなったの、わかります、ね、はいはい、全然違います。ということは、背中のズレが ありましたよってことなんだよね、はい、で、まだね、この辺はちょっとまだこの辺硬いんだけども、この疲れっていうのは、足の疲れから上がってくることが多いんですよ。あ、そうなんですか。うん、でね、それをしっかり緩めていきます。で、そう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 。で、今日ね、楽になるんだけれども、はい、今日より3日ぐらいが楽になります。3日の後ぐらい、ね、3日後ぐらいね。はい、で、3日後でまだ凝ってきたっていう場合は、はい、めちゃめちゃ凝ってる人だよって感じなんです。そうなんです。はい。で、あとね、今日ね、歩いて帰るときにね、ちょっとふくらはぎが痛くなってしまうことがあります。はい、筋肉痛みたいな感じ、はい。それだけご了承くださいね。はい、わかりました。で、ではちょっと始めていきますね、はい。これが痛いけど気持ちいいぐらいの強さ。はい、大丈夫です。お、いけそう。痛い。まだまだ強くすることもできるので。痛い。この疲れがこう上がっていて、腰だったり肩甲骨の疲れに上がっていったりすることって実は多いんですね。痛いです。ね、YouTube の人、嘘じゃなかったでしょ。痛いです、痛いです、痛い、痛いです。よし、じゃあちょっとこう回りますよ、はい、もっと強めは まだまだできるんですけど、痛い、多分耐えられないですよ、ね、多分無理です。痛い。いや、
動いた。動いた。よし。ちょっとこれしますよ。痛い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